私は蓮の姿だけを目で追った。ここにナナがいることを蓮が気づいてくれるようにひたすらテレパシーを送り続けた。届かないのかな。荷物それだけ。ギターとこれだけ。嘘嘘、赤い瓶で全部送ったんだよ、重いのが嫌だから。これからは俺に荷物持たせたりできないしな。そろそろ時間だな。1年と3ヶ月、まだ雪が残る春の始まりに私たちは終わった。時々レンがこっちを見てくれてる気がしたけど、その目はすぐにどこか別のところに向けられてしまった。